はい、今日始まりましたハイチのダラダラジオ第289回でございます。夏風邪です。おいおい、夏始まったばっかりだぞという話なんですけど、がっつり夏風邪をひきまして、今は熱はもうね引いたんでだいぶ落ち着いたんですけど、鼻水とね咳がちょっとまだ残っているので、ちょっとジュルジュル鼻吸ってたりとか、今みたいにねちょっと咳が出そうなんて詰まるみたいなシーンがあるかもしれないんですけど、お付き合いいただければと思います。でね、テーマが穏やかじゃないんだよ、 YouTube が嫌いになる前にみたいなね、まあ、そんなテーマです。はい。で、まあ、本編に行く前にですね、ちょっとプアとホワホワ浮いてる生放送テレビ好きというところなんですけど、まず生放送、あのね、ゴールデンウィークかに4時間の生放送をしたんですよね。一緒に勉強しようのやつで、それすごいやってくださいって今めっちゃ言われてて、で夏休み入ったからさ、本当は今週やりたかったんですけど、うちモデレーターの子、あのチャット欄をね管理してくれる子がほとんど大学生なんで、うちので大学生の子はまだテストなんですよ今週で、その子たちがいない状態で長時間は少し不安があるのですよ私が。生放送の時にね、ちゃんと勉強したいんよ。で、俺気にしちゃうからコメント欄。で、その子たちがいると安心して任せられるので、まあ8月入ってからかなと。で、もしできそうだったら、一緒に勉強しようの、生放送じゃなくて録画の方になるけど、は、投稿できたらなとは思ってます。ただスケジュールとの相談はちょっとあるんですが、まあそんな感じで、結構ね、生放送してるところが多かったんで、まあ、いずれやるとは思うんですけどっていう感じで、答えとさせていただきます。で、もう一個テレビですね。ツイッター見てくださってる方はね、知ってると思うんですけど、この前、テレビの撮影が久々に、うちでね、取材をしていただきまして、で、まだちょっと、放送確定してないんでね、番組名とか、まだ言えないんですけど、おそらく、まあ、テレビに出ることになると思います。で、しかもね、聞いて、初めて、スタジオに呼ばれた。そのスタジオの撮影はまだ今週なんでね、これから、今週に行ってくるんですけど、ちょっと芸能人に会ってくるよ。しかも結構自分が好きな方なんでね、ちょっとウキウキしてるんですが。まあその放送決まりましたら、Twitter の方、もしくは、YouTube のコミュニティ機能の方でね、流しますので、まあチャンネル登録して待っていただければ通知で来ると思いますんで、よかったら、目待っててください。楽しみだよ。緊張するけどね、スタジオはね。で、最後、好きっていうのは、まあちょっと YouTube が嫌いになる前と関わるとこなので、まあそっちと交えながら話していきます。で、本編行きましょう。まあ穏やかじゃないね、最初にも言ったけど。で、別にね、まあ YouTube をやめるとかってわけじゃなくって、今年の夏さ、本当はとか言っちゃったけど、毎日投稿するつもりだったの。うん。毎日投稿ね。で、事情を話すと、私のチャンネルですね、夏休み、1年間、1月から12月で、この7月、8月、まあ主に8月ですね、が、1年間で、ワースト2に入るぐらいに再生数、そしてチャンネル登録者数が伸びない時期なんです。8月が。ちなみに一番伸びないのは3月ね。3月が伸びない。そう。で、8月伸びないんですよ。で、まあ、自分は、まあ、今年は85万っていう膨大なね、雲の上の目標を立ててるんですけど、実はこれは2020年、来年度中に100万人を突破するっていうのが自分の中では絶対目標なの。それは。で、それを達成するためにそこまでの勢いをつけなきゃいけないと思って、で、もう、ね、ずっと、本当今年、正直ね、今年の85万とかどうでもいいの。来年の100万が達成する、それだけをずっと考えてやってきてたのね。で、まあ半年経ったじゃん。で、今年の夏休み、まあ毎年こけてるわけよ。で、例えばさ、ちょっと一応データ持ってきたんだけど、俺、毎月のその数字、再生数とか、そういったものを、プリントアウトしてファイリングしてるの。これ多分4年分、4年、5年ぐらいはずっとしてて、例えば去年の、あんま詳しいこと言っちゃいけないんだけど、7月、8月とかだと、そうね、普通の時に比べると3分の1とかになっちゃうぐらいに、まあ、下がるんだよね。うん、チャンネル登録者数とか、チャンネル登録者だと5分の1とかになっちゃう。そう。で、やっぱここの夏をさ、YouTube って夏を制するものが YouTube を制すなんて言うじゃん。みんな頑張るでしょ。夏休み YouTuber の人って。で、教育だから、まあどうなんだろうな、でも頑張りたいなと思って、最初そう思ってたの。でもね、その、YouTube だけじゃないんだけど、みんなも勉強とかさ、勉強はあれか、義務感の方が強くなっちゃうけど、例えば部活とかスポーツとか楽器とかもそうだね。もともとさ、例えばじゃあ楽器が好きでしたとか、スポーツ何か好きでしたとなって、それをじゃあ好きだったものを習い始めるとするじゃん。部活でもいい。
で、一生懸命練習してるうちに、好きだった頃って、ほにゃららしたいって感情が出るよね。まあ、前に来るじゃん。例えばサッカーしたいとかさ、ギターを弾きたいとか、ピアノを弾きたいとかってなるじゃん。それが、いつの間にか、しなきゃになるんだよね。いろいろ頑張ってるうちに。で、しなきゃっていうのは、させられてる感になってしまうので、苦痛になるんだよ、そのうち。そう。いや、もちろん、それで、こう、か、なんだ、モチベーションを管理できる方もいると思うんだけど、自分は本当にできないの。下手するとみんなより下手くそだと思う。そのモチベーション管理の部分が。自分は絶対にしなきゃにしちゃいけないの。そういうもの。仕事とかもそうなんだけど。だから、考え方によって、したいっていうふうにちゃんと持っていけるように、いろんなものを調整するの。そこに行けるように、ベクトルを向けれるようにっていつも考えるのね。で、まあ、毎日投稿しようって、それに対して準備もある程度してたんだけど、それでいいのかなって思ったのね。俺もしかしたらそれやったら、で、走り始めたらやっぱ止まれないわけよ、40日間。それやっちゃったら、俺きっと YouTube 嫌いになるなって思ったの。そう。で、ただ、その100万人はどうしてもやりたいと絶対達成したいの。それ達成しなかったら YouTube やめるってちょっと思ってるから、いや、やめないよ。やめないんだけど、カジサックさんみたいになっちゃったけど、今。いけなかったらやめるみたいなね。そういうわけじゃないんだけど、でもそのぐらいに大事にしてるの。そこの数字に関しては絶対必達だって。必ず達成するっつって。で、そのためには必須だと思って、今でも思ってる。思ってるんだけど、でも本末転倒だなと思ったんだよね。いやー、なんかね、甘えなのかな。喋りながらもちょっと迷ってるけど。でもだから、この夏に関しては、いつも通り自分がやりたいもの、自分は本当授業動画撮ることが大好きなのね。正直、顔出しで投稿するよりも授業動画撮る方が好きなの。まあ、皮肉なことにね、顔出しでトークする方がやっぱり何倍も再生数取れるんだけど、でも、やっぱりやりたいことを自分のペースでやりたいなって。で、前回のダラダラオジョでも話したけど、この夏にゲーム実況、サブチャンも復活させるから、ゲーム実況も撮るし、だからもしかしたら、いや、ゲーム実況撮ってる暇があったら勉強とか撮ってよって思うかもしんない。いや、わかるよ、そう思う。俺も受験生だったら思うかもしんないし。でもやっぱり自分がやりたいことを、ゲーム実況待ってる方もいるからさ、そう、そっちで繋がってくれた方、特に社会人の方が多いけど、ほんと仲良くしてくれてる方もいっぱいいるんで、だから、そういうつながりも大事にしたいし、自分がやりたいことを楽しく生き生きとやっていきたいなって思った。だからそれがもしかしたら、この話を今してるけど、8月が終わった時、9月になった時に、いや、やっぱやっときゃよかったよって思うかもしんないし、もしかしたら、夏休みの途中で、ちょっと火がついちゃって、やっぱやるしかねえな、みたいな。やりてえなって、毎日とかやりてえなって思うかもしんない。俺気分屋だからさ、そう、思うかもしんないけど、やっぱり、YouTube だけじゃないんだけど、みんなもそうで、自分が好きだって、俺本当に好きだから YouTube 動画投稿が、本当好きでしょうがないから、それを嫌いになるのは本当に怖いのね。で、その嫌いになった状態で動画撮るのって伝わると思うんだよ、みんなに。いや、俺わかるもん。視聴者、俺 YouTube 好きだったから最近見なくなっちゃったけど。そう。わかるよね。あれ？つって前なんか面白かったなって。前なんか面白かったなって言い方欲しいんだけど、その、コンテンツというよりも、あれ？この人前なんか生き生きしてなかった？っていう。いろんなしがらみがあったりとか。そう。だから自分がやりたいことやりたいから、基本的に事務所も入らないし、ウーブさん断っちゃったからさ。だし、あとは、その、企業案件もしないわけ。いや、本当にいいなって思ったらすると思うんだけど。でも、企業案件ってね、正直お金本当にいいんだよ。めっちゃもらえるから。いや、俺なんかみたいなチャンネルでももらえるからね。結構企業案件話来るんだけど。やっぱ全部断っちゃうから、やりたいことを、好きなようにやってたいなって思う。かな？はい。ってがあってさ。そうそうそう。で、まあ、この話をしたかったっていうところでした。だから、その、好きなのよ。好きなんだよ。YouTube も好きだし、今は好きだし、動画投稿も好きだし、みんなとのこの関わりも大好きなの。コメント欄で書いてくれるのも本当に好きだし。いや、マジ嬉しいからね。そう。俺ね、最近、その、ハートマークつけるようにしてんの、読んだやつは。でもさ、忘れちゃうんだよね。今までこう、つけないで読む癖があって、結構コメント欄読むんだけど、そう。できるだけつけようと思ってんだけど、今はさ。そうそうそう。本当にありがとうね。いつもコメント書いてくれてさ。だから、まあ、この夏、特にね、いつ変わらず、まあ、数字の伸びもあんまないとは思う。正直ね。ないとは思うんだけど、例えば、春に撮ったね、オルタナチャンネルの内藤さんとのコラボ、対談とかも、この夏にあげようと思って今温めてて、で、あげるんだけど、とか、他のコラボ動画とかもちょこちょこ上がります。勉強動画以外のものも上がるので、ぜひね、有効に使ってください。見なきゃいけないチャンネルじゃないから。
でも見て損するチャンネルではないと思うから、みんなが必要だと思った時ならね。うん。なので、サボるわけでもないけど、自分のペースでこの夏頑張ります。なのでみんなも周りに振り回されるんじゃなくて、周りが超やってるからやんなきゃじゃないんだよ。みんながやりたいと思って、勉強難しいけど、でも必要だと思って腹をくくってやる量を決めて、自分の意思で、ね、主導的に受け身じゃなくてね、自分の意思でしっかり歩みを進んでくださいっていうのが伝えたかったことなんで、一緒に頑張っていこう。この夏もね、俺みたいに夏風邪ひくなよ。みんな夏風邪こじらせるとマジ辛いからね、体調管理一番に頑張っていきましょう。はい、ということで、今週のダラダラジオはこの辺で終わりだと思います。そうそう、鼻声が限界なんでね。また次回ね、また何か喋っていきます。あとね、そう。今年ちょっと相談系、いっぱい相談もらってね、ありがとうね。なかなか返せてないんだけど、まあ、顔出しで相談答えるやつは、主に力入れて、この夏はやっていきたいなと思うので、もしね、聞いてみたいこととかあったら、概要欄にあるメアドの方に送ってもらえれば、動画にして欲しくないと動画にしないでって言って、まあ、なかなか返せないんであれなんだけど、できる限り動画で答えていこうと思いますので、よかったらね、書いてみてください。では、今週のダラダラジオはこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。